早速この新しいグリーンジェイドちゃん、みんなに責められて寄生虫背中にくっつけられちゃいましたねえねえ、この子ね、メスかね、なんかね、すっごいみんなにひっくり返されそうになってて、いきなり妊娠しちゃうかもですね。あー、ぼやける。はい、今落ち着いてますけどね。あの奥にも新しいグリーンジェイドちゃんで、ブルーベルベットと、あの子も新入りちゃんですね、スノーホワイト。ブルーベルベット2匹とグリーンジェイド2匹とスノーホワイト1匹の5匹を今日、一緒に仲間入りさせました。ブルーベルベットちゃん、ちょっとね、ブルージェリーちゃんがね、いなかったんだよね、今日行ってきたら。で、グリーンジェイドちゃんもいい子がね、なかなかいなくて、やっとの思いであの2匹を選んできたんですけどね。この子は、ずっと先住民のグリーンジェイドちゃん。でね、やっぱり、放卵したグリーンジェイドちゃん、あの子黄色のまんま戻らないんでね、あの奥の今ピントが合ってる黄色い子、もともとグリーンジェイドちゃんだったんです。ほら、新入りと全然色違うよね。もうね、赤ちゃん産んでから黄色のまんまで戻らなくなっちゃったんで、先住民のこのグリーンジェイドちゃんは緑のまんまなのにな。放卵何回もしてるけど、あー、もうピントが合わない。はーい、なんだかね。とりあえずこんな感じかな。赤ちゃん、チエビの赤ちゃんもね、チエビの赤ちゃんってチエビなんだけど、だいぶ成長して14匹くらいかな、数えられたのは。こんな感じです。500人目指して頑張ります。チャンネル登録よろしくお願いします。